シャス、長です。今回は、ですね、こちらの方 SVU の方でデュアルバンドでドミネーションやっていきたいと思います。よし、とりあえず旗取りましょう。砂もいいけど旗を取る。はい、お、あれちょっと待って、こっち OK。 これで、あれ来ないな。右っぽいね。おい、普通に取っちゃったよお、なんだなんだ。おー、投げナイフとまた面白いですね。どっち、はい、こっちスキーもしかして。あ、上にもいたんだな。なるほどな。おいおい、 B をまた取ろうとしてる不届き者がいるじゃないか。おらおらおら、デュアルバンドの意味ここら辺？ん？なんか、え、オールフラッグめっちゃ取るじゃん、君ら。欲張りだな、ちょっと。怖いよ。ここ来るんじゃん。あー。あ、いる。やめてー。全取りは怖いから、な、おとなしくさ、2点取りしましょうよ。おー、ちょ、危ねー。本当にもう、反応が遅れちゃうんだ。デュアルバンドってここで使えんのか。どうなの、みんなこっち来ないんだよな。来てくれてもいいんじゃないの来てくれねえ。あーだー、こっちか。みんな好きなのか、そっちが。これ置いとこう。じゃあ、はい、お土産。みんなマジで、え、ちょっと、どうしどうし、何撃ち始めてんだ。大丈夫か、錯乱状態になっちまったか。おい、なんだいここは。なんか住んでんじゃねえかよ。おいおい、住人がいたぞ。かわいいな、まったく。なんだ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 、なんかいたんだけど。もう面白いね、君ら。どんな生息地で。あ、ケアパッケージ。ちょ、ケアパケの人、じゃあ撃ちましょうか。ごめんよ。大丈夫？ん？いや、大丈夫じゃないな、これ。ケアパケ、お、取った。マジか。あー、イエーイ、あぶね。籠城戦できちゃう、まさかここで。ほらほら、登っておいでよ全然あっちじゃねえか。下に入ってんじゃねえか。フラグしっかりしろ。 OK、 どうだろうフラグここ来てかわいい、マジかわいい。待って待って、あ、やべ、あー、やべ、うわ、おぶねいや、俺ジャケつけてないんですよね、今回の。いやー、面白いな、フラグ合戦。ちょっとなんだこの玉入れに入らないみたいなね。結構大きい玉入れなんだけど。あー、ちょっとカウンターつらいな。誰か落としてくれたらいいんだけど、誰も手、ここ危なーい。何やってんのみんな、ちょっとカウンターとしてよ。ちょっとその筒ちょうだい、その筒。マジで？やばい。マジか。今こんなふざけたことやってますけどね、僕まだ風邪ですからね。こんだけふざけてますけど、まだ風邪ですからね。皆さんお騒がせしてます。風邪です。本当に。いやーねー、土曜日、日曜日、先週の、先々週かな、先々週の土日にね、ちょっとはっちゃけすぎましてね、かわいい迷彩のあの動画見たでしょ。あの動画の、時の僕は最後の僕ですよ。喉を痛めて、あ、もうこれ無理って思う最後のやつですね。あれから結構1週間ぐらい経って、1週間経ってないのかな、それぐらい。でも結構数日経ってるよね。1週間経ってるわ。うん、1週間やってないんだよ、コールオブデューティー。やばいね、本当に。1週間やってないの、信じられない、何やかに。あ、でもやってないんだ。そっかそっかそっか。いやー、ほんとねえ、信じられないですよっていう。そんなね、まか不思議なことが起きながらも私のチャンネルは止まらないっていうね。いや、よかったよかった、ため取り、本当にね。備えあれば憂いなしとはこのことだよ、本当に。もうね、みんな備蓄しておきましょうね。動画の道か、僕だけでいいと思うけど。うん、
やでもね、あのね、喉が痛くなるっていうのはまず僕の場合実況ができないっていうところがね一番の痛手じゃないですか。それに付け加えてね、普通の人だったらご飯が食べれなくなるんですね。ご飯がっていうか僕の場合はね、普通の喉の、僕よく喉風邪ひくんですけど、あの窓開けっぱなしにしてね、それとはまた別で、あのカラオケで喉をね痛めるっていうアホみたいなパターンなんですけど、初めてなんですよこのパターン。カラオケで喉痛めてそのまんまでやってたらなんか知らないけどすっげえ腫れててっていう。それでね、一番ひどかった時はね、あれなんですよ、あの唾飲み込めなかったから、うん、痛すぎて本当にみんななんかなんだろうな、痛ぇって思ったらこう顔が歪むでしょ、あれレベルのあれなんですよ、痛さなんですよめちゃめちゃ痛いよ、泣きはしないけどね、泣きはしないよさすがに。痛みで泣くのはもうさすがにね、ないよ、それはないんだけど、痛かったね本当に。今年一番の痛みだったね、あのもう耐えられない痛みっていうか、そんな感じだったね。どうしてもいや、もうみんな気をつけてな本当に、マジ痛えわあれ本当に。それだけど、その痛みがね、ちょっとしたら和らぐんですよって、そんな感じでね、ちょっとね、舐めてたね、ちょっと、いつもの風邪だと思って。今回はいつもの風邪じゃなかった。いつもの風邪はね、ああ、いけるなって思ったら、2日ぐらいで治っちゃうんですよ、僕。でも今回、2日経っても、3日経っても治んねえ、5日経っても治んないから、僕、病院行ったんですね。病院行ったら、もうやべえ、腫れてるよって言われてね。これしかも治るのそんな1日2日じゃないからみたいなこと言われてね、こっから薬投与してちゃんと投与し続けて経過見ましょうみたいな感じになってね、本当に辛かったよ本当に。4錠の薬飲んでね、だからあれなんですよね、おい味方やる気、おいやる気、お前らマジでやる気出せよおい復活マジやめてくれ、その気まぐれ体質怖いよ本当に。だからね、今4錠の薬を飲みつつ頑張ってるわけですよ。待って待って、じゃあちょっと待って、援護するわ。オッケー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 、これがろ、これが待ってたんだろうらてめえらよ、俺の可愛い可愛い分割ちゃんいじめやがって不登校になっちゃったじゃねえかよって聞いただけか、それは関係ないか。いや本当ね、困るんだよそうやってボコ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 とそれすると。おらもう一回そこだろおら、まだまだ続くぞこらお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 ら、待て待て待て、横横横横、よし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 、ほらまだまだ続くんだよ、ほらみんな取ってるよね、取ってないと怒るよ、よし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 、ほらほらすげえなここ、めちゃめちゃ入るじゃん、なんかず突破されてんじゃねえか、おいガバガバ、待って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 、あダメだっつってんだろ、おいおいちょっと勝てえな、おいほらよっしゃいいね、もう危ないじゃないの、2人の穴は大きいんだよ。でね、その4錠の薬を飲みながら頑張ってるんですけど、4錠の薬っていうのは食後なんですよ、だから朝起きた時が一番痛いの喉って、あの乾燥とか、マスクしてても意味なかったから、あの僕マスク嫌いらしくて無意識に取るんですよ、だから喉乾いてマスクあげてなんか水飲んでそのまま寝ちゃうのか分かんないけど、それでマスクが外れてることがよくあったんですよね。そのおかげでね、どれだけ本当に僕はもうね辛い思いをしたか。でご飯食べないといけないから、僕ご飯食べられないんですよ痛すぎて。だからあのバナナジュースずっと飲んでたんですよね、3日間ぐらい。もうね2日間お茶漬け、2日3日お茶漬け生活やった後の3日間ぐらいのバナナジュース生活っていうのもなかなかでしたよ本当に。まあ腹は減らなかったかって言われるとそこまで減ってなかった、まあ減らなかったんですけど、そこはまあせめてもの救いかなとか思ったり、うん、ほんとね怖かったね、あんなもうね怖いんで、朝が朝さこうバナナジュース飲むの飲むにしてもよ、唾飲み込むだけでこう激痛が走って顔が歪むレベルなのにバナナジュース飲んでるなんて、ああもう地獄でしかなかったね、ほんと生き地獄でした。あれはやばいね、ロキソニン欲しかったよロキソニン欲しいなって思いながらバナナジュースを一気飲みして、もうねやっぱ行ってえなって思うことはね、やっぱもう一気にグイッてグイッて終わらせる方がいいのよ。だからそれでやったらまあまあまあ
バナナジュース飲み干せて、それで薬を飲んだら薬の効果がビンビンに効いてね、うん、治るっていうより和らぐんですよね、喉の痛みが。なんですごい助かりましたね。さっさとね、現代学の力はすごいね、本当にみんな舐めちゃいけないよ、本当すごいから。本当ね、びっくりした。もうね、ありがとうありがとう。なんかよくわからん薬たちね、ここにあるけど、もうね、ロキソプレファルトレレレみたいな、ちょっともうカタカナ読みづらいわね、本当にね。いやでも晴れてね、まだこうやって実況ができるっていうのは素晴らしいことですよ。皆さんもね、あの喉のケアしっかりしましょう。夏だからってエアコンガンガンにかけてたらダメなんだよって話ね。本当にこんな僕みたいにね、ひどく苦しむことになりますからね、さっさと病院行った方がいいっていうことが今回僕の教訓になりました。市販薬なんてね、気休めでしかないから、鼻炎をね止めたかったらパブロンのカプセル飲んだけいいんだけど、それ以外はちゃんとね病院に行きましょう。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。